はい、こんにちは。札幌占い美容室相馬氏の後藤です。今回は、美容師の都市伝説編、都市伝説編ですね。なんで今日これから僕が話すことは、信じないでください。内容がほとんどが嘘だと思って聞いてください。まずですね、この動画はですね、都市伝説の内容を話すんですが、これを聞いた美容師さん、ほとんどの方が僕をディスってくるんではないかなと思います。それを覚悟で、ちょっとこのようなね、動画を撮ろうかなと思うんですけれども、あくまでもこれは都市伝説だと皆さん捉えてくださいね。皆さんの不安を煽ったりするような目的でやってるわけではないです。はい、そこをご理解よろしくお願いいたします。今回はシザーケースについて、ちょっとお話ししたいなと思います。僕は今ですね、シザーケースっていうのは使ってないんですね。もうずっと使ってないんです。で、今僕の、普段使ってるシザーのところに置いてるのはこの消毒のエタノールと、あと櫛とか、その辺のものがあるんですけど、あとこのような感じに、シザーをね、このような感じで置いて、使い終わったら消毒するという感じにしております。はい、何が言いたいかというと、皆さん、シザーケース考えたことあります？シザーケースの中ってどうやって掃除すると思いますか？あの中って、革製のものだったり合皮だったりでできてると思うんですね。で、中細かくこう先端が細くなってますから、こういうハサミがですね、入る先端っていうのは掃除ができないんですよ。どういうことかっていうと、A さんっていうお客さんの髪の毛が残って、で、今度ハサミをね取り替えますから、美容師さんっていうのはこうやってこうね、違うハサミに、その時にハサミが、また違うハサミ取って、違うハサミ取ってっていうので、シザーケースにこう毎回しまうわけなんですけど、A さん、B さん、C さんの髪の毛がどんどん蓄積されていきます。で、たまにね、掃除すると思うんですけれども、中にはね、すごい髪の毛が溜まってますっていうことはどうでしょうか。衛生的にどうなのかなっていうふうに僕は思っていて、シザーケースは使っていないです。はい、あくまでもこれはね、都市伝説の話として聞いてください。はい、事実でもないですからね。はい、ということで、シザーケースってどうなんだろうなってすごい昔から思っていて、身軽には動けるんですけど、衛生面はちょっと良くないんじゃないかと。で、僕はですね、過去に、1000円カットで働いてたっていう過去もあります。渋谷の、1000円カットで働いていました。そこのお店はですね、1000円カットって実はですね、ブラシとか、ブラシとか、ブラシあるかな、こういうブラシとか、電マンブラシとかが多いんですけど、このようなね、電マじゃないや、スケルトンブラシとか結構1000円カットと使うんですけど、スケルトンとかこういうコームとかね、そのようなものが消毒、赤外線で消毒するものがあって、そこに使い終わったら入れるというか、入れるという形でやっていました。衛生面はね、結構しっかりしてたかなと思います。で、ハサミにおいてはね、僕は当時はそんな消毒はしていませんでしたね。はい、もちろん、その時は僕はシザーケース使っておりました、当時は。かなり昔の話になります。でですね、これは今の時代はね、大丈夫だと思うんですけど、1000円カットで働いた時に、一番問題だったのが、その渋谷の駅からはそんな遠くはなかったんですけれども、ちょっと廃墟みたいなビルにある1000円カットだったんですけど、外国人のお客様が多くてですね、アジア人の方とかですかね、多くて、ね、あと結構子供も多かったんですよね。そういう方が連れてくるお子さんだったりとか、1000円カットですから結構小さいお子さんとかいて、で、その時に言われたのが、毛じらみですね、毛じらみの問題があるからよく見てくれと、切るときに、毛じらみがあった場合は帰ってもらうと、そういう形で、そこのサロンはすっかりされていたんですけれども、そういうことでね、
赤外線消毒とかやってたと思うんですけれど、僕が、ね、働いた時にケジラミというものは一度も確認することができませんでした。はい、なんで、どっちかというとね、1000カットのそこのサロンさんはすごいしっかりしてたと思います。ただ、やっぱ過去にはね、そういうケジラミがある、お子さんとかが多いみたいなんですけど、そのケジラミがハサミに例えば移ったとしますよね。そうすると違うお客さんに移っちゃいますよね。で、大変なことになっちゃうんですね。今はね、コロナウイルスとかいろいろあるんですけれども、また違った意味でですね、ケジラミってまた面倒くさい問題ですから、そういうことも、僕はたまたま遭遇はしなかったというか、やる前にしっかりこう見てですね、大体髪の毛がね、先発してない方が多くて、でフケがこうすごい溜まってる状態を、そのままバーッと1000円ですから、10分以内にカットしていくんですけれども、あんまり綺麗な状態ではないですよね。はい、その分しっかり、消毒する機械とか、置いていたのかなという感じはします。今のね、一般的な1000円カットさん、僕ちょっと行ってないんですけれども、しっかり、消毒関係はされてると思いますので、そこは皆さん勘違いしないでください。で、ちょっと話はそれましたが、シザーケースっていうのはやはりどうなのかなと僕はもう前々から思っておりまして、綺麗にね、ちゃんと掃除をしてるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、じゃあどうやって掃除してるのかなと、そういう疑問が生じましたね。どうやって、シザーケースの中を掃除するのかと、じゃあそこに、消毒液をつけて消毒するのか、毛を1本ずつ取っていくのかとかね、間違いなく毛が溜まって、1本残らず剃るというのは無理だと思うんですね。でもう結構味があるシザーケースつけてる方はもう何十年と使ってますから、使えば使うほど皮とか雰囲気出ますからね、僕も使ってたんですけれども、雰囲気出るんですよ、またね、味が出てきて、でその中は多分すごいことになってると思います。ということでですね、不安を煽るというわけではなく、こういうこともあるんだなということでですね、皆さん認識していただけたらいいかなと思います。あくまでもこれは都市伝説の話になりますので、皆さん信用しないでください。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、ご清聴ありがとうございました。